フアンバーティスタ・マルティネス・デルマーソは、バロック期のスペインの画家。ディエゴ・ベラスケスの弟子の中では最もよく知られる、人物で、ベラスケスの筆致を、他の画家の誰よりも模倣した。ベラスケスの模倣だけではなく、デルマーソ自身も、サラゴサ長房に代表されるよう風景画の、名手としてもよく知られる。デルマーソの前半生には詳しく判明していない、部分が多く、出生地。 出生日ともに定かではない。デルマーソの両親であるエルナンド・マルティネス及びルシーやブエノ・デルマーソが共にクエンカ出身であることからクエンカ県の生まれであるらしい。しかしながらいくつかの文献においてはマドリードの出身であるともされる。母のルシーヤが1596年生まれでデルマーソが20代前半である1633年に結婚していることから おそらくは1612年頃の首相であろう。どこで絵画の修行をしたかは謎に包まれている。結婚以前にはベラスケスの工房にいたことは間違いなく将来の義父となるベラスケスの下で見習いを行っていた可能性は十分に考えられる。1633年8月21日、有名画家であったベラスケスの娘のうち、 唯一存命であったフランシスカでシルバ・ベラスケス・イッパ・チェコとマドリードのサンティアゴ教会にて結婚した。この時、フェリペ・4世と首席大臣であったガスパール・デグスマンが夫妻の保証人となった。この結婚は将来的なデルマーソの宮廷での成功を意味していた。ベラスケスは手早く王室の約束を取り付け、1634年2月23日には、 王の承認を得て、王の資質の取り継ぎ係の地位をデルマーソに譲っている。このことから、デルマーソはすでに、ベラスケスの弟子であり、義理の父と密接な関係を築いていたと推測される。ベラスケスは、デルマーソのさらなる立身と安定の後ろ盾となり、デルマーソと、その将来の子供のために、宮廷での登用を確保した。 1643年には、スペイン王大使であるバルタサール・カルロスでアウストリアの先祖画家となった。1645年には、バルタサール・カルロスは、デルマーソの5番目の子供の名付け親となっている。バルタサール・カルロス王大使は、パウル・デ・フォスやルーベンス、ヨルダーンス、他のフランドル画家の狩りを描いた絵画の複製を認じた。1646年、デルマーソは王太子に同行し、 アラゴンへと向かった。この時、代表作の一つであるサラゴサ長望と旅行中26歳で休止した王太子の最後の肖像画が描かれた。王太子の死後、フェリペ4世はデルマーソが受けていた特権をそのままとするよう命じ、宮廷画家として雇い続けた。デルマーソの才能の最初の発露は、デルマーソに認じられた王室が収集していた。 ベネツィアの巨匠であるティントレット、キィツヤーのパオロ・ベロネーゼの鍛錬に実行された複製画の成功にある。複製画家としての彼の色鮮やかな作品は、同時期の巨匠、特にはルーベンスやヨルダーンスの費用へと道を開いた。これらの複製画のために、また、ベラスケスの描いた肖像画の複製のために、彼自身の作品を描く実感は限られたと考えられる。 ベラスケス作の肖像画の複製としてよく知られるものに、ベラスケスの青いドレスの王女マルガリータ・テレサを写した緑のドレスの王女マルガリータ・テレサがあり、今日ではブダペスト国立西洋美術館に展示されている。それでもなお、デルマーソは自身の気が向いてた自然派画家でもあり続けた。デルマーソは作品にサインをすることをほとんどしなかった。このため、ベラスケス作品と混同され、 どちらの作品か鑑定することを困難なものにしている。実際、現存する絵画のうち、研究者が、デルマーソ作品であると認めるものは、サラゴサ長房、模服姿のスペイン王妃マリアナ、画家の家族、1660年から1665年、ウィーン、美術史美術館像などの数点に限られる。作品のうちいくつかは、プラド美術館で、彼の死の近くに収蔵されている。 ラカケリア・デル・タブリーロ・ロイ・エヌ・ワ・ランフ・エス。プラド美術館、マドリード・デル・マーソは、肖像画家として優れた技術を持っていたが、いくつかのデル・マーソの優れた作品には、デル・マーソ流の現実を重視した狩りの光景の絵や、風景画があり、これらには細部にまでこだわった多くの人物の姿が、生き生きと描かれている。フェリペ・ヨンセイの命により完成された、サラゴサ長望。 アランフェスでの狩猟情乱などに代表されるように、デルマーソは優れた観察眼の持ち主であった。また、いくつかの生物画も描いている。1657年には、ナポリに突い画がカフとなった長女、イネスの持参金を取り戻そうとイタリアを旅した。この旅の途中には、古代ローマ風のティトゥスの外戦門を描いた。サラゴサ長望、1647年。 マドリード・プラド美術館宮廷画家としてのデルマーソの仕事はベラスケスの功績が元にあり、ベラスケス風の肖像画を描かざるを得なかったが、それでもなおデルマーソ自身の画風を絵の中に見ることができる。彼の描いた肖像画からは驚異的な完成度と驚くほど写実的であることが見て取れる。 代表作の一つである風景がサラゴサ長房や狩猟を描いた作品の極めて重要な要素である細やかな人物を描くことを得意とした。デルマーソの朝食はベラスケスのものを踏襲しているが、ただし青や青みがかった色彩を強調する傾向にある。死のベラスケスの画風から脱却したデルマーソ自身の技法として背景から手前側に向かう光により、 人物や物体をハイライトによりかたどる方法がある。この効果による、際立って見える特徴に、遠近法を用いる構図の空間的な境界を、際立たせ、より四角く見えることが挙げられる。ベラスケスからのさらなる発展は、平らな地面、川も、床、壁にかけられた、カーテン、座ったモデルの鮮やかな描写や、軽い筆使いなどに現れる。これらのギュは、 デルマーソ自身の芸術家としての特徴を表す。何世紀もの間デルマーソの作品は、ベラスケスのものだとされていたが、現代の美術論、調査技術、知見により、デルマーソの作品であると鑑定されるようになった。デルマーソの弟子に、ベニート・マヌエル・アグエロがいる。不王のモニフクス王女、1666年、プラド美術館臓義父でありしであるベラスケスの存命中は、 デルマーソの作品は岐阜のスタジオで制作された。1660年にベラスケスが死去した後の1661年4月19日、フェリペ4世により宮廷画家に任じられるとともに、息子のガスパールは元はデルマーソの役であった王室敗出役を任じられた。1665年にフェリペ4世が死去した後も、 デルマーソの署名が残る数少ない作品の一つである、模服姿のスペイン王妃マリアナに描かれた王妃、マリアナの妃語の元宮廷での地位は保たれた。この時期、マルガリータ・テレサがローマ皇帝、オーストリア大公へと継ぐために、スペインを離れる前に、同じく模服を着たマルガリータ・肖像が、不王の藻に服す王女が描かれた。デルマーソは1667年2月9日に、 マドリードで死去するまで、宮廷画家の地位にあり続けた。デルマーソは、最初の妻である、フランシスカで、シルバベラスケスイッパチェコとの間に6人の子供を、設けた。フランシスカは、最後の子供を産んで間もなく死去している。2番目の妻は、画家の家族にも描かれる、フランシスカデラベガである。4人の息子を設けたが、1665年には、死別した。 三番目の妻は、義米に当たるアナデラベガであった。アナは、デルマーソが死去死カフとなった後に、再婚した。娘のマリア・テレサ・マルチネス・デルマーソ・イ・ベラスケスを、通せば、1746年にロイス・ケストリッツ博、ハイン・リヒロクセイと結婚した第四代モンテレオン、女公爵エンリケータ、フアナ・フランシスカス・スサナ・カサード・イ・ユグタンを含む、モンテレオーネ公爵家の祖先の一人である。 彼ら夫婦を通して、デルマーソは、スペイン王妃ソフィア、オランダ女王、ベアトリクス、スウェーデン国王カール十六世、グスタフ、ベルギー国王アルベール二世、リヒテンシュタイン公、ハンス・アダム二世、ルクセンブルク大公、アンリなど多くのヨーロッパの王族の直系祖先に当たる。ありがとうございます。